こんにちは。<laughs> 流れてますかはい、こんにちは。はい、えー、はい、Facebook をご覧いただいた皆さん、こんにちは。えー、映画監督の増山玲奈です、えー。今回ですね、私がおすすめしたいお話は、えー、舞台美術をやるということで、4月の17日から21日まで、 えー、銀座の白品館劇場で、えー、私が舞台美術を、えー、担当させていただく舞台、ちはやぶる神の国、こちらがございます。<laughs> ぜひですね、今絶賛チケット発売中、あ台本が見れないですね、じゃあまあ、これ、背景見ていただいて、はいえー、っと見に来ていただきたいなというところで、美術的な視点から見どころをお伝えしたいと思います。 えー、私は侍の心を、えー、AI を使ってあのアートにする、映画にするということを取り組んできております。えー、こちらの「ちはやぶる神の国は」は、えー、桃山軍、安土軍、ダブルキャストで、えー、本能寺の変を新解釈でお届けする舞台になります。織田信長があのご存知明智光秀に、えー 本能寺の変、6月2日未明に、えー、殺害されたということは、皆さん、歴史上でご存知だと思うんですけれども、この草部、えー、文子さんが書かれたこの台本は、えー、この本能寺の変を新解釈で人間ドラマを描いています。織田信長という人物は、かぶいた侍という形ですけれども、 あの新しいことを、えー、あの時代に戦国時代に取り入れていった人物です。新しいことの一つ、キリスト教ですね。えー、今までキリスト教というのは自害を、えー、禁止したりとか、日本の,その戦国時代には、えー、合わない思想でありましたけれども、そういった新しい文化を貪欲に取り入れていく、えー、改革者織田信長の姿、そして蘭、えー、丸。 をはじめ、えー、若き、えー、かっこいい、えー、命を懸ける古生たちの姿そしてそういった古生に、えー、ちょっと嫉妬もしてみたりするお市の方など、えー、女性人の姿が描かれていますそういった人間ドラマを描きながら、えー、心の在り方生き方って何なのかなっていうことを <laughs> 体感として今の時代に え届けながら皆さんの心に侍スピリットって何かなっていうことをえ伝えていきます。侍や合戦というとこうアクションというイメージがあると思うんですけれども、私舞台美術チームでえー参加させていただいていますが、こちらの桃山軍で織田信長役を演じますのが田中太郎さん。えー、あの今回舞台の 監督を務められております。田中虎生さんの演出で描かれるこの物語は、えー、単に荒々しいこう合戦のシーンだけではなくってこの侍たち、古生たちの美学が描かれています。えー、こういったさまざまな花が描かれますね、えー。こちらは夢の絵が今背景にありますけれども。 え梅の絵そして桔梗、えーえー、白百合牡丹、えー、椿、えー、そしてあの桜さまざまな、えー、梅をはじめ花が描かれてどういった思いで侍たちは保証たちは合戦明日は命がなくなるかもしれないという緊張感の中でこういった花と向き合っていたのか茶室のシーンもあります。 こういったサムライの美学っていうのは私ぜひ描きたいと思っていたことだったので今回のお話大変嬉しく思っていますそこで、えー、4月の17日21日、えー、白品半スケジュ場で、えー、講演がございますのでぜひあの概要欄に松山玲奈扱いチケットあります、えー、舞台美術を行っています松山玲奈の あの美術を見に来るだけでも価値がありますし今回もう全部ですね役者さんたちの読み合わせ私も参加させていただいてるんですけれどもめちゃくちゃうまいそしてこの安土桃山それぞれの魅力がありますので是非、えー、両方あ見比べてあのこの魅力を堪能していただきたいなというふうに思っています是非見に来てください私もですね 17日から21日までおそらく毎日白品館劇場に行っています。また今回の「ちはやぶる神の国」に合わせて、あのー、シリーズ、えー、作品を限定エディションで制作したいと考えています。このののの軸時の、えー えー、自分が亡くなった後梅の香りを仕込んでおけば、えー、亡くなった後も着物には梅の香りが残るよねというような句があるんですけれども、えー、武士の侍庫将たちこういった、えー、当時の侍たちは死後の美学というものを持っていました。でふと自分たちの姿を思うんですよね。今だだだけけけ金自分だけという状況が世の中にありがちですけれども。 生き様っていうものをま、えー、っすぐ、えー、こう刻んでいったらその後自分の残り輪ってどんな感じなのかなってでこういった命を輝かせながら生きた侍たちの姿を見ながらぜひ皆様も一度しかない人生美しく生きようっていうふうなあの思いを届けたいこれって言葉で言ってもなかなか伝わらないんですよ。 これだけキャスト、そして、えー、美術部もですねあの、郡さん、照明の郡さん、そして舞台監督の、えー、森さん、皆さんと一緒に作り上げるこの空間を味わっていただいて、ぜひ、この歴史的な瞬間を共に味わっていただけたらいいなというふうに思っています。楽しみです。ぜひ見に来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。